またお金返さなきゃダメなんだね。はあ、あっち向いてポイ。やった、またエルの勝ち。くわー、6連敗。エル強すぎだよ。この1年でジュードさんはたくましく成長されましたね。だといいんだけど、ローエンにそう言われると嬉しいよ。友達なんだ。ええ、ガイアスさんの元で宰相をしています。宰相？わかりやすく言うと大臣かな。リーゼマクシアで2番目に偉い人なんだよ。大臣か。お話だと大体悪者だよね。そうそう、国を乗っ取ろうとしたり王様をいじめたりね。なんと、私の野望が見抜かれると。え？そう、私の趣味は王を討ち取ること。王の領地に攻め込み、兵を奪い、何度も死に追い詰めているのです。王様に知らせないと。将棋の話ですけどね。やっぱり大臣は意地悪。これがローエンのペースね。しかし、こうやって見てみると、みんな昔と変わったとこもあれば変わんないとこもあるよな。変わったといえば、アルビンさんはヒゲを伸ばしましたね。お、気づいちゃった？なかなかイケてるだろう。だろ？なんの、ヒゲでしたら私も負けません。いいな、エルもふさふさのおヒゲ欲しい。ヒゲの魅力がわかるとは、お嬢ちゃんも通だな。しかしまた、どうしてヒゲを？まあ、いろいろあるけど、せっかくだし、いろんなことを試してみようかなと思ってさ。いろんなこと？一度きりの人生、やりたいことやんないと、もったいないだろ。意外に青臭い理由でしたね。変装してるとか、そういうのだと面白かったのに。おいおい、俺にどんなキャラを求めてんだ？なんか怖っ。ティポに興味があるんですか？あのさ、ティポって何なの？ティポはティポだよ。みんなの柔らかい友達。嘘です。こんな喋るグニグニの生き物いないし。実はティポはブースターっていうマナを増幅する装置なんですよ。ティポのおかげでエリーゼは大人以上のすごい精霊術を使えるんだ。それってズルじゃない？ズルですか？エリーゼも大人っぽくなりたくて苦労してるんだね。気持ちはわかるから、ティポでズルしてること内緒にしておいてあげる。ありがとう。ジュードも言っちゃダメだからね。うん、こういう気遣いって大人っぽいよね。自分だけずるい。な、しかし、こうやって見てみると、みんな昔と変わったとこもあれば
変わんないとこもあるよな。変わったといえば、アルビンさんはヒゲを伸ばしましたね。お、気づいちゃった？なかなかイケてるだろう。そうですとも、ヒゲで私の右に出る者はおりません。っていうか、アルビンのおヒゲはなんかだらしないし。おっと、ワイルドと言ってくれ。お子様にはこの魅力は分かんないんだよ。しかしまた、どうしてヒゲを？まあ、いろいろあるけど、せっかくだし、いろんなことを試してみようかなと思ってさ。いろんなこと？一度きりの人生、やりたいことやんないともったいないだろ。意外に青臭い理由でしたね。変装してるとか、そういうのだと面白かったのに。おいおい、俺にどんなキャラを求めてんだ？そういえば知ってる？ノルマより多めに返済するとね。なんとルドガーだけ特別にノバからご褒美進呈。やる気出るでしょう。